んかリアルだわ、それ。もうちょっと言ってみる、もうちょっと。もうちょっと言ってみて。野崎さん的にはもうちょっと入れたい感じね。ちょっとどこまでいけるか試してみて。え、なんかリアルっていうかあれなのかな、もしかしたら。これが今のがちょっとアニメ寄りで。なんだろう、コロコロコミックみたいな。デンジャラスじいさんみたいな。あー。ちょっと持ってみようかな、手で。やばいわ、あいつら。でも、野崎さんあれですよ。もう持ったら、あのマジカルリキッド入れられないです。大丈夫ですか？半分だけ持ったら、じゃあ半分だけ持つ。なんか意外とね、スライムっぽくなるんですよ。ちょっとちぎって、そう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 、でちょっともうちょいしっかりこねる。なんかあれだね、ウサギどうすか。なんかほらこれ出したらさ、ちょっとさ、確かに確かにまとまるでしょ。ウサギだね。それ今一回スルーしたんだからさ、一回意味ないの。今でもアップしてほしいよ。これでいいのかな。そうですね。じゃあもう最終段階いきますか。色すごいもん。鮮やかな茶色やな。こうやって見るね。これあのなんかこうカメラ越しだとね、茶色がすごいにいい感じの茶色に見えるんですよ。どういう意味で。いい感じの茶色。あのなんか綺麗な茶色、ちょっと今実物だと混じり気のないみたいな、ね、そう、うん、ちょっとね暗い茶色かなって見えるんだけど、うん、映像越しだとねすごいいい色こねてますよ。野崎弁当が茶色のスライムをこねてますよ。俺こいつに殺されるかもしれない。大丈夫かな、取り憑かれてるの。なんかあ、でもいい感じいい感じ、おいい感じいい感じ、粘り気もなくなってすごいいい感じ。もうスライム、うん、スライム。この絵は超やばい。はい、野崎弁当のスライムできました。野崎さん本当にその形でいいんですか。はい、ちょっと戻んなくなっちゃって。メセドマ YouTube チャンネルでは、アーナ動画や女動画、いろんな動画が盛りだくさん。みんな見てね。